近づく、ここはできる。
ございます。谷川さんです。今日はベースがいつもの、スッキンと違っております。この人今日の主催者で、足立健ちゃんです。ハニーウエストの第一期のベースマンです。よろしく、はい、よろしく。一番最初に、組んだハニーウエストのベースマンです。今日はスッキンが、いつものスッキンがどうしても用事があるというので、健ちゃんに、何買った時の鍵だのに健ちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。激しくやらないんだ今日は昔激しかったけど、彼もっと固まったなどうせ少ないんだからこれいっぱいいるみたいな。そう、いいから長者フェスも今日で4回目、ハニーウエストのためにやってくれてるような、ね、フェスティバルで、今日もまた、ケンちゃん主催でありがとうね、ケンちゃん。どうもありがとうございます。名付け親だから。ああ、そう、僕が長者マジフェスト。ああ、そうです。ハニーウエストのためのハニーウエストのためにであるようなフェスでございます。まだ、続けるんでしょ、これ。この今度7月にあるそうです。彼が全部資材を投げてます僕らの買ってるだけですので年取ったらこれしかないから。じゃあ、久しぶりに佐原さんに歌っていただきます。昔、近しい友達だった。まあ友達。で、近しい。近しいお友達だった。ジョーという人がいる。山中ジョー。ジョー山中の。ジョーじゃない。ジョーやジョー。彼はすごい親しかって、ね、結婚式も両親の山中来ていただきまして、お葬式の時は泣きましたそうか、お父さんの葬式、長女、あ、そうか、そうそう、やった、その彼の歌を歌っていただきます。人間の正面。To a couple, you
me。Yeah.
自分で作った歌詞なんですけど、結構自分がしんどい時にこの歌詞を心の中でつぶやくと結構元気になるので、皆さんにも届くといいなと思います。 I'll be fine 聴いてください。
も違うやん。いつもと違うやん。生き物だから。あ、そうですね。じゃあ、私の古い曲いきます。体は薬です。もう、ちゃんが、一番最初の頃にあのレコードを作りました。何年かやあれは。昭和さん、あ、昭和。昭和だよね。昭和だよね。昭和。え？忘れました。レコードを作った時に、一番最初の曲で「体を引きずり」という曲です。作った時はね、すごいハードだったんだけど、だんだんハードが抜けていって、なんか情けなくなってきました。はい、ケンちゃんよろしくお願いします。聞こえないのか、叫びたい。
最後の曲になります。
間のためスポットライト。
ドラム寺谷誠一教会長の先生ベース、足立圭今回助けてもらいましたキューバの岩崎義明歌佐原仁志アブちゃんです。内海さんです。今日第7番です。やっぱアンコールします。やられる前に、お前だったよ。昔からの曲です。生きられた